ホームゲートウェイ。ブロードバンドルータ、無線 LAN、電話機能等を有する。ホームゲートウェイ、またはレジデンシャルゲートウェイとは、モデム等を介して、LAN のホストから LAN へのネットワークアクセスを提供する、小型の消費者向けルーターである。モデムは、ホームゲートウェイのハードウェアに統合されている場合と、されていない場合とがある。 より大きなコンピュータネットワークであり、ホームゲートウェイの接続の対象となるンは一般にインターネットサービスプロバイダーによって運営されている。典型的なホームゲートウェイ。単一のインターネット接続が、ンを介して接続された複数の機器によって共有される。複数の種類のデバイスがホームゲートウェイと呼ばれている。モデムは、それ自体では、ルータの機能を一切提供しない。 それは単に ATM、イーサネット、PPP のトラフィックが電話線、ケーブルワイヤー、光ファイバー、無線によって送受信されるのを可能にするだけである。受信側には伝送フォーマットをデジタルデータパケットに再変換する別のモデムがある。これにより電話、ケーブル、光、無線の接続方法を使用したネットワークブリッジングが可能になる。 モデムは認証プロトコルも提供するので、接続の両端にあるデバイスは互いに認識できる。ただし、モデムは一般に他のネットワーク機能をほとんど提供しない。無線アクセスポイントは、モデムと同じように機能する。無線ルータ、またはアクセスポイントがワン上にも存在する場合は、ホームランからワンへの直接接続を許可できる。ただし、現在では多くのモデムが、 下記の機能を組み込んでおり、現在では、ホームゲートウェイといえば、下記の機能を持ったもののことを指す。一般にホームゲートウェイは、下記の機能を提供する。また、ダイナミック DNS などの他の機能を提供するものも、ある。ほとんどのルータは、内蔵されたファームウェアを使用する、自己完結型のコンポーネントである。それらは、一般的に、オペレーティングシステムに依存しない。すなわち、 どんな OS からでもアクセスすることができる。無線ルータは、ルータと同じ機能を持つが、無線デバイスを LAN に接続したり、無線ルータと別の無線ルータ間で接続することもできる。低コストの生産性と使いやすさの要求のため、ホームゲートウェイは、ネットワーク攻撃に対して脆弱になっている。これまでは、そのような、 脆弱なデバイスによる大規模なクラスターが DDoS 攻撃を実行するために使用されていた。この脆弱性の大部分はルータのウェブ管理コンソールに存在し、デフォルトパスワード、ベンダのバックドア、Web の脆弱性のいずれかを介した不正な制御が可能となっていた。ありがとうございます。